これから紙芝居読みますよ。みんな静かにね。私たちが住む地球、そこでは夜になると無数の星を見ることができます。昼間に星が見えない理由は、星よりも空が明るいからなんだよ。あ、流れ星だ。キラキラ輝いていて綺麗だね。なんでお星様はキラキラ輝いて見えるの？星の光り方は大きく分けて、自ら光を出して輝く恒星と、太陽の光を反射して輝く惑星との2種類あります。まず恒星の代表である太陽についての仕組みを見てみよう。恒星は水素の塊からできている。水素がヘリウムに変わるとき、すごい大きなエネルギーを放出するんだ。これが光となって地上に降り注ぐんだね。次に惑星について見てみよう。太陽の周りにある主な惑星は8つあります。決まった道を通りながら太陽の周りを公転しているんだ。惑星の周りを回転する星を衛星と言います。地球でいう月のことなんだ。